どうも、なおちんです。百英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はかなり強いキャラクターが仲間になりましたので、紹介します。これですね、シャンドラです。キャラクター2枠分を使うので、どうなのかなと思いきや、使ってみるとむちゃくちゃ強かったですね。まず、攻撃力が高い。そして、防御力が異様に高いっていうところですね。まあ、2枠なので防御力が高く設定してあるんでしょうね。物理防御も魔法防御も両方とも高いのでかなりタフです。そしてシャンドラの一番の強みっていうのがアクティブスキルのヒートブレスですね。消費 SP3 で全体攻撃なんですけども、これがものすごく強い。これだけで雑魚戦を突破できるぐらいすごい威力なんですよ。まあ、とりあえずどんな感じかお見せします。さて、では行きましょう。 SP が3必要なので、一旦待たなきゃいけない時とかもあります。でも一発目から撃てることもあります。で、素早さが速いのでかなりね、最初の方に攻撃ができて、それもすごくいいところですよね。ヒートブレス、もうほんとね、雑魚戦これだけでいい。それぐらい強いです。一番最初に攻撃、ヒートブレス。こんな感じで、もう今戦ってる敵なんかはワンパンして戦うことができますね。すっげえいい。それでは加入条件の説明ですね。まずは自分の拠点、拠点に来てください。拠点のですね、訓練所、ここですね。訓練場があります。ここに来てください。そうすると、イベントが発生します。イベントの発生する条件ですけども、おそらく、中盤以降、もしくは終盤になると、ここに来ると発生すると思いますので、来てみてください。どうもドラゴンがいるっていう話を、訓練兵たちがやってるので、それを聞いてください。それでは、イベントが発生した後に、ここに移動してきてください。遺跡堂ですね。遺跡堂に入ります。で、そして、ちょっと進んでいきますね。ここは、序盤の後半ぐらいに来るとこなので、もう敵は全然余裕だと思います。で、進んでいきます。で、進んでいくと、こういう建物があります。この建物。ここに入って、こっち側ですね。で、ここです。ここにいます。ここにいます。動画撮れなかったんですよね。写真を載せますね。こんな感じで、ドラゴンがいますので、ここで一度戦闘が起きます。で、見事倒すと、仲間になります。で、仲間になった時のレベルが、確か30ぐらいだったと思います。もうすぐにパーティーに入れて、自分たちと同じレベルに上げてみてください。ヒートブレス、マジで強いので、ぜひ使ってみてください。2枠なんでね、ちょっとどうかなと思いがちなんですけども、入れてみたら、本当にやばいです。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。